でうつ病はね僕ね本当にね20代前半の時に、えー、とうつ病だったんですよ実は、まあ、これはっきり言ったことあんまないんですけどねなんでかっていうとえ未来が見えなくなくったんですよね僕ね21歳2歳ぐらいで3億円ぐらい持ってたんですよ。 まあアフレートですごいたくさん稼いだんでね、その3億円ぐらい持ってたんですけど、えー、でもこれ、いつも言ってる話になるんですが、なんにもね、やることなくなりました、3億円ね、稼いだらさ、サラリーマンの障害年収ぐらいあったから、つまり考えたの、俺、その時え、これってもう何もやらないで、一生暮らせんじゃんみたいな、だからもう、僕もこれ、いつもね、あの言ってるように、だめなところなんですけど、こう言ったらだめなんですよ、こそこから学んだんですけど、じゃあもう、会社疲れるし、働くのやめようと 思ったんで,すよでそこから飲み歩くようになって、えー、でいろんなね経営者の先輩にキャバクラに連れてってもらいましたたくさん歌舞伎町にいっぱい行きました歌舞伎町に毎日毎日行ってで朝の9時ぐらいまで飲んで夕方まで寝て夕方に起きてまたキャバクラに行って朝まで飲んでってことを、まあ、1年2年ぐらいやってたんですよねでね、えー、とそうなるとねだん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 人間が腐っていくんですよ本当に。 人間腐ってくるんでですよで、えー、とある日気づいたんです、えー、このいろんなねやっぱ飲みいっぱい飲み歩いてると、まあ、良かった点はいろんなお金持ちの社長と知り合うことができましたやっぱお酒キャブクラバンバンお金使うやつって金持ちじゃんある程度。でねいろんな金持ちと飲み歩いて、えー、少しね、えーとまあ、少しずつ感じてたんですけどある日絶望するんです。 絶望して、えー、そこからうつ病になったんですけどどういうふうにうつ病になったかというと,です、ねえー、とある日ね、えー、すっげえお金持ちの、えーまあ、年商10億くらいだったでしたね多分まあ、だから大したことないんですけど今の僕からするとね当時の僕からするとすごいなと思ったのが年商10億くらいの社長だったんですけどその人たちがね、えー、とキ,ャバキャバクラの女の子にねこうやってねお金をね見せびらかしてるんですよ。 お金をね、もう現金あるか、うち現金ないか、うん、ごめん、現金なかったんだよ、最近したかったけどなかったんですけど、現金あるかな、ちょっと待って、現金出してこよう。<laughs> 現金をね、こうやってね、財布からね、僕あんま現金持ち歩かないんで、あんまないがこれね、こうやってね、こうやって女の子にね、こうやって、女の子の顔をね、ぴっ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 て、ほっぺたでね、ひっぱたいてるんですよ、札束で。めっちゃ下品じゃないですか。でで今日これで 一晩どうよみたいなことを言ってるんですよでイケメンがやってんだったらまあなんだろう男としてねこれ女の人は分かるかもしれないですけどあすげえなみたいなのもなんかこう言ってるなみたいな感じでおすげえってなるんですけどめちゃくちゃ不細工なガマガエルみたいなおじさんがやってるんですよ。で俺そこでね絶望したんですよ。あ周りの人たちはねそのねガマガエルのことをすごいですすごいですってすごいしたわけですよもう金持ってるからね。でもねでももね 僕ははととててもかっこいいとは思えなくてつまり経営者って突き詰めるとこんな風になるんじゃねって思ったんですよ。思ったんだよね本当に。いっぱいお金稼いでいっぱい嫌な思いして努力してでも前に進んでねたくさん金稼いでもうこんなガマガエルみたいな人生になるんだったら経営者なんて未来ねえじゃんみたいな。かっこ悪いって。 で、えー、その女の子とねえっ、ー、とねえっ、ー、とーまあごめんこれ,これ初めて言うんですけど多分その女の子とえっ、ー、とーまあ、あのー、その、まあ、お客そのねガマガエルの指名の女の子だったんですけど僕はな,なぜか、まあ、運よくその女の子と一緒に帰るんですよ。まあ、人の女とんな男性なんですけどすいません、はい、い帰ったんですよね。そしたらその女の子がガマガエルのことをすごいボロクソ言ってて「あの,あ,のあいつマジキモいんだけど」みたいな。 LINE じゃねえとメールかメールだったんですけど見せてくれたりとかして、えー、でこんなお金使ってんのにこんな風に悪口言われんだなと思ったらまたこの経営者ってしょうもねえなって思ってしまって思ったんですよねでそっからえっ、ー、と何だろうな一時期ねやっぱねこれもねあの初めて言うんですけどホストが、ね、すごい僕嫌いだったんですよホストがすごい嫌いだったんですよでなんでかっていうと若くて 金持っっっててててるやつって会社経営者しかいないいなと思っていたら違くてホストも金持って長く続かないでしよ正直でも若いうちにまあその若,さで若さをね金に変えるじゃないですけど売上をの何パーセントとかもらって結構金持ってるんですよね若い若,若者なりにはホストって実はでえっ、ー、とー、まああのー、まあよくね飲み歩いてる時にバッティングしたりしてたんですけどホストは金も持ってるしかっこよかったんですよね よよくみんんんななでで飲んだりしたんですよなんか知らんけど変なキャバ嬢がホスト連れてきて飲んだりしたんですけどホストはかっこよかったっ私もモテてたんですよで一方で経営者チームは金づりにされてたんですよガマガエルを人にだから俺すごいそれを見た時にこんな一生懸命会社やって頑張ってるガマガエルでもえ希望ねえじゃんみたいなやばくねって思ったんだよそそののの日日次から こう目の前が真っ暗になって何にもやる気なくなっちゃったんですよねもう起きれなくなっちゃったんですこれをリアルにこれ嘘だと思う人も多いかもしれないけどマジなんですよこれ何度もこんだけ言うから本当なんですけど起きれなくなってでうつ病って結構なんか辛くてもうとにかくやる気が湧かないんですよね何もしたくないみたいなベッドから動けないみたいなで病院に行ってみたらまあ,あ,のまあ中度のっつったかな,なんかうつ病ですみたいなことを言われたことがあって でそっから本当に結構辛かったですね3年ぐらいかな3年ぐらいは結構本当悲惨な悲惨でしたねなんかこう、まあ、金はあるしさ金はあるしまあ生活には困んないわけなんだけども何していいか分かんないんですよねこのうつ病から抜け出すにはどうしていいか分かんないんですよ例えばじゃあお金があったら抜けれるとかなんかこう会社がうまくいうまくいってないから会社をうまくい,いかせることができたらこの悩みから解放されるよって言われたら頑張れるじゃないですか でも僕の場合は金も持ってたし困んなかった何も困ることなかったしでも未来がないっていうか希望がないみたいなそういう感じで内臓になったんですよ実際これ本当にマジなんだよこれなんかたまにそんなんでなるわけねとかいうやついるけど結構本当なんですよ分かる人は分かる人も、うん、ああコメントも来てくれてますね、はい、分かる人は分かる感覚だと思います金持ち結構多いしいちなみにこういうの多いんですよねんで、えー、そこから、えー、とまあ本当に辛い まあまあ、何年間かを過ごして、えーとーまあ、その後ね3億円を全部失うことになってしまうんでそ,その後それどころじゃなくなってそしたら自然とうつ病消えましたその後その持ってた全財産を失うんですよ25歳24歳ぐらいかなでその時に、あのー、まあその時からうつ病は治りましたね不思議なことにだから結局人間って何が言いたいかっていうとビジョンというか希望未来があれば頑張れるんですよ 未来がない希望がないっていうのが地獄なんですよ人間ってそうじゃないですか夢を追ってる人とかって輝いてるじゃないですかあと会社は起業したばっかりのやつも輝いたりするじゃないですか未来希望ビジョンがないと人間ってダメになるんですよで僕は3億円なくなっちゃったんですげえショックだしめちゃくちゃ大変だったんだけど逆に3億円以上稼がないといけないっていうビジョンができたんですよね皮肉にもそっから頑張れましたはい まあそれからまたね、あのー、2年、3年ぐらいして、また会社、青汁で売って、めっちゃうまくいって、あのー、また同じような病にかかるんですよ。で、その時に、まあ、性病になったりしてて、まあ、クソだなと思って、まあ、なんか青、青汁、有名になって、えー、僕が、僕がね、結局、こんな風に悩むのも、こんな社長になりたいっていうかっこいい社長がいなかったんですね、当時。だから、悩んだんですよ。目標があれば、なんか頑張れるなと思って。だから、えっ、ー、と、自分は、えーと、そういう人がいないから、 じゃあ自分が今度そうなればいいんじゃないのみたいになったんですよちょっと中二病っぽいけどそっから僕の、まあ、青汁王子人生がね、えー、とー始まるわけですねはい始まりますそう